ホンダ T360 は、ホンダ四輪のルーツといえる車です。ホンダ初の市販四輪車で、水冷4気筒 EOHC-94.5 サブ装備で、荷重割合もほぼ、50対50ということで、当時の軽トラックには考えられない動力性能を持つ異色の軽トラでした。DOHC4 気筒4キャブしかも、水冷ということで、車重は、ライバル車よりも重く、610kg、シート下のスペースは狭く、メンテナンス性は厳しく整備しなかせの車でもありました。しかし、この車の存在が、後に S500、S600、S800 と名車を生み出すことになりました。実際の T360 はボンネットを開けた中にヘッドランプがあります。ここはこんな感じですね。はい、わかりました。これ60分の1なんですよね。私35分の1だとばっかり思ってたんですけど、60分の1でした。ちょっと小さいですね。ホンダ T360 が完成しましたので、私と一緒に見ていきましょう。左右ドアが開閉し、ボンネットを開けるとヘッドライトがあります。荷台後方の煽りが開閉します。ヘッドライト、メーターパネル、テールランプが点灯するようです。
ミッドシップに搭載されています。メーターパネル内の麦球が大きいためドアのヒンジに干渉してますが、その関係で明かりが漏れるようです。